それよりそのキーストーン私に渡しなさい。なんで？いいから渡しなさい。だからなんでだよ。いいから。おいウサギ、てめえなんか知ってやがる。何を言っているのかしら。この不可解な現象を調べるために必要だから渡しなさいと言っているのよ。だったら最初からそう言えばいいだろうが。なら今言ったわ。さあ渡しなさい。なんか怪しいんだよな。お取り組み中失礼します。あ、てめえさっきの。早速挑戦者が現れたようです。お、ちょうどよくそちらも二人揃ってますね。待ちなさい。私は挑戦者の入場です。あの白髪の男が手にしているもの、あれがキーストーンか。油断するでないぞコムス。この場にいる以上あの者ら当然ただ者ではあるまい。そのようなこと言われずとも分かっているさ。チッ、何なんだよ次から次へと。誰でもいいから事情を説明しろ。何度も言ってるじゃないですか。元の世界に戻るためにキーストーンを奪い合ってくださいって。こうなっては仕方がないわ。構えなさいラグナ、彼らは本気よ。アクション、問答無用だったか。ああ、無用だ。こちらにも帰らねばならない場所があるのでな。行くぞ。ではでは、いよいよ始まりますキーストーン争奪タッグバトル第一試合開始。Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! なるほど、そうたやすくはいかないか。ではここは一旦引くとしよう。お手調べには浅すぎようが、まあよい、楽しめそうだな。なんとか勝ったが、マジでこんなことずっと続けんのか。そうよ、それがこの世界でのルール。そしてそのルールにのっとって私たちと同じようにこの世界に取り込まれた者たちが戦いを挑んでくるはずよ。あなたの持つキーストーンを求めてね。ずいぶん事情に詳しいじゃねえか。さっきあなたが受けていた説明を私も聞いていたのよ。これくらいすぐに飲み込めて当然でしょ。ああ、すぐに飲み込めないおバカさんもいたようだけれど。てめえ、喧嘩売ろってんなら望むところだ。残念だけれど、ここでは2対2のタッグバトルでなければ戦闘は成立しないわ。私にどうしても遊んでほしいのなら。あのクソムカつく野郎の言う通り、キーストーンを持ってゴールに行かねえとってことか。ラグナ、ひとまずそれはあなたに預けておくわ。あ？私は少し用があるから、戻ってくるまで必ずそれを守り抜きなさい。決して誰かに渡してはダメよ。いいわね。ま、最初からそのつもりだけどよ。これがねえと元の世界に戻れねえんだろ。そうよ。
今はそれだけ分かっていればいいの。それじゃあ任せたわよ。落胆させないでちょうだい。チッ、偉そうにしやがって。絶対何か隠してやがんな。